皆様こんにちは。ピアノの時間、平田真紀子です。今日はピアノ曲のジャンルの一つであるエチュード、練習曲についてお話ししたいと思います。ピアノを弾くということが一般的になってきた19世紀ぐらい、このくらいからエチュードというものが作曲家によって盛んに書かれるようになりました。練習曲を演奏会で弾くに値する美しいものとしたのはショパンでした。ショパンはその生涯に27の練習曲を全部で書いているんですけれども、それのどれもどれもが本当に美しくって、それをセットで弾くピアニストというのも大勢います。練習曲というのは大抵一つのテクニックに集中して、そのテクニックをマスターしようという短い曲が多いです。ショパンのもそうですね。今日お聴きいただきますのは作品25の1番、エオリアンハープというニックネームで親しまれている練習曲です。エオリアンハープというのは、人が弾くのではなくてハープを置いておくと、こう風が通った時にジャーンジャーンという音がする、まあ、風鈴のような楽器ですね、そういうニックネームがついた練習曲です。それではお聴きいただきましょう。になりましたように、こう大きな和音を腕を自由にしながら弾くという練習曲なんですけれども、私はこの曲を弾いていると気持ちが落ち着いてくるので、よく自分でも弾いているんですよ。ピアノというのは弦が張ってあって、その弦をハンマーが叩くという原理ですから、ハープにとてもよく似ているんですね。ハープのように聞こえましたでしょうか。ピアノの時間、平田真紀子でした。